痛かったぜ、シュサ。カッカ、急ぎ退避を。時間を稼ぎます。退避するのは君の方だ。いや、退場だな。人間の出る幕は終わった。カッカ、魔法だと？やめろ！てめえ、人間を何だと思ってやがる？道具以外の何だというのだ。悟空運とは、アルシが築いた工場だ。人間という道具を大量に生産するためのな。アルシの好きにはさせねえ。人間だけで何ができる。管理してやらなければ死に突き進むしか能がない。お前たちも見ただろう、ルシの恐怖に駆られた愚民ども。ルシの恐怖を煽った貴様自身がルシだったとはな。ルシだと？この私が。そうか、私はルシか。見くびられたものだ。私はマルシだ。我が名はバルト・アンデルス。政府を導き、国運に君臨するマルシの王。闇を恐れる人間に光を与えたように、我々が民衆の望み通りアージを断行したというのは、大いなる導きを拒絶する浅はかさを思い知れ。これが悟空の真実。これがファルシの力だ。これがファルシの力だ。何をしている。
後ろ
がファルシの力だ。踏みにじってくれる。うっとうしいんだよ。
が力を見よ。受けよ。まことの恐怖を知れ。政府の親玉がファルシとはな。じゃあ政府を操っていたのはファルシエデンじゃなくて。言ったはずだ。私が王だと。そう簡単にファルシには勝てねえってか。勝てないのではない。勝とうとしていないのだ。お前たちはファルシに勝つ方法をすでに知っている。魔獣ラグナロク。ラグナロク、なんだそれは。使命を忘れた哀れな武士に教えてやろう。お前たちの使命は魔獣ラグナロクとなり国運を滅ぼすことだ。ビジョンを見ただろ。お前たちの誰かはラグナロクになり、マルシオーファンを倒して国運を破壊する。オーファンだと。マルシエデンの力の源だよ。オーファンがエデンに力を与え、エデンは全ファルシを支えて人間どもを養ってきた。
王藩を破壊すれば秘められた強大な力の暴走により国運は崩壊する。ラグナロクになって王藩を壊せば使命は果たされるだろう。ふざけるな。与えられた使命などセラは国運を守ると願ってクリスタルになった。だったら俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従ってクリスタルになってみせる。その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり娘がクリスタルになった、ならば使命はお前たちを集めること。娘は悟空を破壊する道具を集めたに過ぎん。考えをしなかったか、それとも考えようとしなかっただけか。真実を拒むルシに現実を見せてやろう。伸びて現実を見るがいい。行くぞ。死ぬかよ。